ネルが開かれた。あ、そっちじゃない。隣にあるサウンドを開いてる。一回出て。あ、違うか。ねえ、出てっぽい。スイーズイ。こっちか。やってないよ、うん、あ、そうっすね、うん、家事をやるときは火力上げを2回やってから見台に設置するといいですよ。あ、そうなんや、まあ、火力上げ、へぇ、まあ、叩きたい気持ちあるんですけどねなかったらちょっと叩くものがないっすよ、ね、ね、叩くべきもの、そう、ね、守るべき未来実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿を見る。この場所は勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。ということで、ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が、私たちに道を示してくれるかもしれん。セニョ、セニョ、さあ聞いてみなさい。ですがお姉様が夢の中で吹いていたのなら必ず何か意味があるはずでよさ。ですわ。これはコミチン様がお持ちください。おーっと、うん、この光は、匂い棒、すげえ、なんだこれ。あ、釣り竿、え、まさかの釣り、あ、釣るんか。上が、上じゃねえ、乗り物を釣り竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか。え、釣り芸が始まるんだから。あ、なんかコミチンも釣りされましたよねあ、そうだね。キャー、当たりが来たわよ。コミチンちゃん、引いてみて。なになに、何を釣ってるの。おお、でけえ。ちょ、ちょ、え、なんやこれ。え、あ、これクジラみてえな。クジラっぽいね。これがケトス。あ、なるほど。あ、白いなんとかって、これか。空飛ぶ魚、いえ、あれはクジラ。おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの。神の乗り物、ケトス。おお、今伝説が蘇りました。その笛を吹けば神の使いはコミチン様を大空へ誘いましょう。マジか。天空の笛、世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。コミチン様お願いいたします。諸悪の根源たる魔王ウルノーガを打ち果たしてベロニカの胸を晴らしてくださいませ。よかろうもん。聞けんの。あ、ちょっとセイヤと関節って、そうやね、そうなりますよねエマさんがいるからさおぉ、すごい でかっ。なんか捕まるとこないからすぐ落ちてしまう。そうだね、ツルツルツルって言ってましたね。目が怖い。
ち悪いですね。マジやもんね。マジ目がマジですよ。目マジだってね。でもこれでどこでも行けるってこと？ああ、船みたいな感じで移動できるのかな。ですかね。空の上。あ、めっちゃいいですね。ねえ。行けなきゃいいなあ。ああ、そうだね。おお、来た。マジや。ナッキベロニカが残した船で。雲海から神の名前ケタスを連れてきましたね。くらいでしょ。おお、あ、すげえ、すげえ。加速もできますよ。わあ、絶対落ちるやん。落ちない。こうやってくっついとるかな。わあ、すげえ。あそこにいてって。ああ、なるほどね。よく見たら産毛が生えてるかもしれない。産毛が。いつかなんかポイントがあるな。あ、これ何、 何あれ光ってんの。ここ降りるところか。あ、なるほど。ポイント楽側が。あ、高台ってかだと思う。あ、あるなんか。あ、こっちは魔王の城。本当左側に。じゃあもう早速。でも下の方もあるの。下の方先行きますか。寄り道してから、ね、そうですね。存分に寄り道してから。そうだ、ね、あ、すげえこれ。話はそこからですからね。そうやね。寄り道してなんぼみたいなとこある、うん、なんか何これ。天空の古戦場。なんか乗り物、空飛ぶ乗り物が手に入るといよいよなんか最終回が近いのかな。あー、そうなんや。だいたいそんな感じなの。はい、はい、はい、そうみたいな。これいけないんじゃない。まあ、いけない。そっか。あ、もういい、それね。ちょっとこの演出たるいわ。たるいわ。最初の1回までよね。ほら、ダメだぞ。次はもうダメだぞ。よし。あの球体何ですかね。何の球体。あれ。ああ、下の緑の。いや、上の赤い。あれです。ああ、ほんとや。地図にもないとりあえず、まあ、順路、うん、たまには順路行きますか。たまには。すげえ、でも早っ。待てよ待てよ待島、長老様の夢の通りならここに闇討ちの力が。なんでしょう、見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿行ってみましょう。しゃーなしやな。知らねえが出てきた。そこに隠れるのは分かってるんだ。なんて。おお、何人や。魔人ブーみたいな。色が違うだけで魔人ブーのいでたちですね。ほんとだね。あ、確かにそうだ。なるほど、いい。確かに耳がそうだね。オイラは神の民だよ。神の民なんですか。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神のためはロトゼルたちは創世の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大しそうなやつがこんなところで何してんだ。そ
ではもともとこの辺りは神の民が暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね、オイラは生き残った最後の神の民なのさ。へー、そんなことがさぞおつらかったでしょうね。魔王のやつむちゃくちゃ知れ悪い。さっきは疑って悪かったな。あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんでこ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが、この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて聖なる種火の過去に守られて助かったんだ。聖なる種火の過去だって。もしやそいつが私たちは魔王の闇を打ち払う世界を求めこの天空の地まで赴いたのです、うん、もし何かご存知でしたら教えてください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は、戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてやりたいけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、その話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだから、まずはその聖なる種火ってのを調べてみようか。そうですね、ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに魔王が倒されて大樹様が復活すれば大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われると思うさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた、コミチンのこと。もう勇者ってのは知ってるんですね。うん、大丈夫で取りに行ったな。何も来なかった。で、なんで。この太陽の神殿にオイラたち神の民が訪れず…この辺を調べるか。奥にある…あ、こっちは…違うか。タネビ…あ、そこか。こんなできるのがあったのか。なんて清らかで神々しい、この炎が聖なる種火なんでしょうか。コミチの朝が反応している。何だと思うのは聖なる神の炎がその器に宿ったってことか。この指を手に入れた。うん、何使うの。何使うの。皆さんあれを、
を3本投げたらは、本庄大臣の見た不思議な力を感じます。本日はあの金庫、OK。 邪悪の神を倒した先代の勇者たち。だから先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力について何か分かるんじゃないか。うん、試してみる価値はありそうじゃん。うん、小道には他の苗木も調べてみるか。うん、形状、武器というより家事用のものに近いの。しかし何のために。そうですね、それあの場所もどっかで見たようなサマディだ。サマディ、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 カバディレジャー楽しみだよ。あの山なんすか。オリエンテーションみたいな。リクリエーションみたいな。今の光景は一体火山だったよね。そうですね。先代の勇者たちは何かの鉱石を集め、特殊なハンマーを使い剣を打っていた。もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないでしょうか。皆さんはそうに違いありません。邪悪の神と戦う先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。でもロトの剣って取られたの。取られて、うん、なんか変えられてましたよね。なるほど、また作るって、はい、あ、そういうことか。新たな勇者を作る。なるほど、敵の剣になってましたもんね。うん、うん、バカ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 、目出てきそうだもんね。はい、気色のあるハンマーを手に入れた砂漠はきっとサマディ町のどっかサマディを聞いてみましょう。なるほど、思い出しましたわ。最後に見た剣を置いていたのあれはホムラの砂漠。あーあった、あれだから、ホムスリー山のタヌキさんみたいな。なるほど、この道かろう。今の3つの状況をヒントに今日の素材を取りながら。ああ、そういうことか。兄ちゃんたちどうだった。まずハンマーですよね。そうだな。兄ちゃんは神殿の何かあったのを伝えた。
なるほどね、そんなことが。でもそれを、それで思い出したよ。おじいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険したそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。先代勇者が鉱石を集めた浮島っていうのも多分天空の古戦場なんだな。天空の古戦場じゃと。しかし何故そんなような場所に天勇者の杖を作るための材料は。古い話だから詳しくは知らないけど、かつて特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いているけど、もしかしたら。兄ちゃんたち行くなら気をつけてね。もう何百年もの間神のためにさえ近寄らず、どうなっているかわからない場所だからさ。そのような場所があるならば実際に行って確かめるしかあるまい。そうそう、もし何かを、何をすべきか忘れたらまたオイラのところに来るといいよ。ジジちゃんから聞いた話を教えるといいからさ。みんな頑張って。あ、え、もう、あ、いいよ、思い出した。ホムラとサマディがいただく。そうですね、都合のいい思い出し方だ。手厳しいね。あれなんだよね、動いてるピストンみたいなの。そうですね、顔がついとったし。そっか。